アストン・バレット、本名アストン・フランシス・バレットは、ジャマイカ、キングストン州生まれのレゲエベース奏者、ボブ・マーリーザ・ウェイラーズで演奏した、バレット兄弟の一人。愛称は、ファミリーマンで、様々な女性との間に52人の子供ができた、ために呼ばれている。彼は、レゲエにおける、ベースの旋律の役割を確立させた第一人者で、ある。 1969年からボブ・マーリーが死ぬ1981年の間、カールトン・バレットともにレコーディングとライブ演奏で、現在のレゲエに欠かせない基本的なリズムパターンを発明した。また、バーニング・スピアから、ポップスのジョン・デンバーまで、幅広いアーティストと一緒に演奏した。アストン・バレットは最初、ヒッピー・ボーイズというバンドでギターを弾いていた。1960年代後半に、 リー・ペリーに誘われて、アップセッターズに加入する。1969年に、アップセッターズは、リターン・オブ・ジャンゴをイギリスで、ヒットさせる。同年、リー・ペリーがプロデュースしたボブ・マーリーザ・ウェイラーズにも、参加し、ダ・ピーカン・カラー、ソウル・レベル、スモール・アクスといったシングルを録音する。リー・ペリーの元を離れた1971年、以降は、 ウェーラーズの一員として活躍した。ルーツロックレゲエの流星とともに、アップセッターズの頃には見られなかったより、複雑なベースラインへと進化していき、ボブ・マーリーの曲の印象をより強靭で野生的なものにした。ありがとうございます。